昼食を食べるためにアクアワールドオアーラにあるフードコートに行きました。このフードコートは入り口前の無料ゾーンにあるので、水族館に入らなくても利用できます。ドリンク、たこ焼き、カレー、天丼、ラーメンなど食べたいものが必ず見つかるほど種類が豊富です。いろいろ目移りしましたが、最終的に寿司の丸くじに決めました。最初マグロ尽くしにしようと思っていたのですが、ある期待を込めて大洗寿司を注文しました。もちろんプラス250円支払って味噌汁をカニ汁に変更しました。席を確保して呼び出し音が鳴るのを待ちます。8分くらい待って呼び出し音が鳴りました。注文した大洗寿司1300円です。生シラウオが入っています。250円追加で味噌汁から変更したカニ汁です。この袋に醤油と醤油皿も入っています。なお料金ですが、年間パスポートを持っていると100円引きになります。寿司は崩れやすいですが、ちょうど良い酢加減です。カニ汁はカニの出汁が効いていてすごく美味しい。私がちょっと期待してしまったのがこのウニです。国産の美味しいウニなのかなと思ったのですが、この値段じゃやっぱり無理ですよね。おそらくチリ産の藻板が使われたウニでした。このウニだと逆に入れない方がいいのに。藻板の使われたウニでも美味しいと思って食べる人いるのだろうか。ちょっと気になってネットで調べると、苦味は藻板が原因でなく下処理の仕方や産地によるらしいです。北海道のウニは別格なのかな。石川の市場でウニの殻を割って食べた時も美味しかった。とはいえその他の寿司は新鮮で美味しかったです。でも冷静に考えると、先ほどまで目を楽しませてくれていた魚を今は食べているのはちょっと残酷なのかも。さすがに小さな渡りガニなので身は少ないですが、食べれなくはないです。渡りガニの身ってすごく美味しいのですよね。個人的にカニの中では渡りガニが一番好きです。使い終わったトレイなどは返却口に返します。
そうさまでした。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。